2008年の横浜ベイスターズでは2008年の横浜ベイスターズの動向をまとめる。この年の横浜ベイスターズは2回目の大谷秋彦監督体制の2年目のシーズンである。就任2年目の大谷監督は徐々にチーム力が向上してきたので優勝は難しいが今年こそ CS を目指すと宣言。前年4位ながらも巨人、中日など A クラス球団に食らいついたことから、開幕前は A クラス候補の筆頭だった。しかし、開幕3連敗を喫するなど4月を7勝18敗で、負け越したチームは最下位に転落。それでも5位の広島と3.5ゲーム差だったことから、最下位脱出が期待されたが、5月以降も黒星を、重ねシーズン終盤には、球団記録体の14連敗を喫した。 最終的に2連覇の巨人に36.5ゲーム、5位、ヤクルトに19ゲームつけられて2年ぶりの再会に、終わり、さらに2003年以来5年ぶりとなる、リーグワーストの90敗以上という不名誉なおまけも、ついた。前年の4位躍進の原動力となった、投手陣は、三浦大介が、防御率9位に入るものの打線の援護なく、負け越し、新外国人のマイクウッドや新人、 小林太氏はローテを守るも、防御率が4点台に終わり、マーク・クルーンの巨人遺跡で手薄になった抑えには、寺原隼人が抜擢されて22セーブを挙げたものの、チーム防御率は、リーグ再開の4.74を記録した。打撃陣は、主砲の村田修一が46本塁打で2年連続となる本塁打王を獲得し、内川誠一が、378の高打率で、 首位打者を獲得するなど打線が好調で、チーム本塁だが、巨人に次ぐ、リーグ2位の145本を記録した。聖波交流戦、ありがとうございます。